2023年3月22日、クリミア半島の北部にあるジャンコイ付近で爆発があったみたい。これに関して、ウクライナ当局側から輸送中だったロシア軍の巡航ミサイルが破壊されたと見られるとして発表があったね。でも、ウクライナ当局はウクライナ軍が関与していたかどうかについては明らかにしていないね。そうだね。さて今回はそんなクリミア半島でのミサイルの破壊について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。先だって20日に、ウクライナ軍情報総局が、ロシア海軍黒海艦隊のキロ級潜水艦から発射される巡航ミサイル、カリブルが鉄道輸送中に破壊されたと発表していたことと一致しているんだけど、これに関してもウクライナ軍情報総局はウクライナ軍の関与については明らかにしていないんだ。潜水艦発射型巡航ミサイルカリブルは潜水艦だけでなく、艦上、地上、空中など、様々なプラットフォームから発射可能な巡航ミサイルで、マッハ 0.8 の速度で飛翔して、射程は潜水艦発射型で約 2000km、艦上発射型で約 1500km とされているね。ウクライナのクリミア半島は2014年以来ロシアによって一方的に併合され、国際社会からはロシア領として認められていないんだけど、ロシアが着々と住民のロシア化を進めている地域で、今回のウクライナ侵略を契機として、ウクライナのゼレンスキー大統領がその奪還を目指すとしているみたい。このウクライナ側からの発表についてロシア側はそのような攻撃はなく、ミサイルが破壊されたとの報告はないとして否定していて、クリミア半島でウクライナ軍のドローンが民間のインフラ施設を攻撃したとしているね。それを裏付ける証拠として住民がドローンによる攻撃とみられる爆発音を聞いたことを証言していて、さらにその住民が撃墜されたドローンの破片を拾ったとしているほか、別の住民が家の近くでミサイルが爆発したために建物の屋根が吹き飛んで衝撃波によって、窓ガラスが割れたと語ったことを伝えているが、動画や画像などによる確認はされていないというよ。この報道に対してインターネット上ではロシア側はウクライナ全土の民間インフラを破壊し続けておきながら、クリミア半島だけでなくロシア本土が何らかの攻撃を受けるとウクライナ軍が民間人をターゲットにしていると騒ぐが、国際社会でそのような一方的で理不尽な主張が受け入れられると本当に考えているとするなら、その身勝手さには呆れるばかりだと非難する声が多いんだって。自分たちは散々好きにやっておいてよく言えるよね。ロシアの主張の身勝手さは今に始まったことではなく、旧ソ連時代から指摘され続けてきたことなんだけど、それにしても2022年2月24日にウクライナ侵略を開始してからというもの、ロシア側から発信される全ての情報が身勝手、欺瞞に満ちていて全く信用できないとする見方が広がっているよ。そのロシアの前身である旧ソ連を見習ってきた中国や北朝鮮も、そのことについてはロシアと同様かあるいはそれ以上に身勝手であり理不尽であり、自己中心的な姿勢であり、日本の共産党の主張を見ても程度の差があるとしても共産主義とは、そういうものなのだと納得させられるとの声が多々上がっているみたい。その身勝手さはつい最近にも発揮されていて、ウクライナ軍に対して、2023年4月頃までにアメリカをはじめとする北大西洋条約機構NATO加盟諸国から、第三世代戦車が供与されることになり、アメリカからは M1 エイブラムス、イギリスからチャレンジャー2、ドイツと他のヨーロッパの国々からレオパルト2を合わせて300両近くがウクライナに引き渡されることになり、ウクライナ兵への操縦訓練などが進められているんだけど、そのことを懸念するロシアのプーチン大統領が、イギリスの国防省が、ウクライナやレンジャー2戦車の供給だけでなく、劣化ウラン弾の供給を表明したことが、今日明らかになったとした上で、もし、そのようなことが事実であるとするならば、ロシアはそれ相応の措置を取ると発言したんだ。劣化ウラン弾は戦車の装甲を貫通する力が強く、対戦車用兵器としてよく使用される戦車弾で、微量の放射性物質が含まれるため、国連機関では懸念が示されているとの事実はあるよ。ただし、この劣化ウラン弾はロシア軍も普通に正式採用しているものでもあり、
このウクライナ侵略戦争においてもそれを使用しているとみられているのであるが、それにもかかわらず、ロシアはこれは西側が核兵器を使ったのと同じ意味を持つと言い出しただけではなく、相応の措置を取ると発言したってわけだね。これはつまり、自分たちがウクライナに対して使用している劣化ウラン弾を、西側諸国がウクライナに提供することを核兵器を使用したものとみなして、対抗措置として核兵器を使用するという身勝手で理不尽極まりない話だよね。このことについてはロシアのショイグ国防相もまた、イギリスがウクライナに劣化ウラン弾を提供することによって、西側諸国との核衝突にまた一歩近づいたと発言していて、これに対してアメリカのカービー戦略広報調整官は、ロシアは論点をすり替えようとしているに過ぎないと切り捨てて、劣化ウラン弾は数十年にわたり、西側諸国だけでなくロシア軍でも一般的に使用されているとした上で、ロシアがこれ以上ウクライナ軍に戦車を破壊されたくないというなら、不当に侵略して占領しているウクライナから退けばいいだけの話であり、そもそもロシア軍がウクライナ領内に存在していることが場違いなのだと非難しているよ。またイギリス国防省もカービー戦略広報調整官と同様に、劣化ウラン弾は世界中で数十年使われてきた標準装備であり、ロシアはその事実を隠して意図的にデマを流しているとして、やはりロシアによる自己中心的な対応を非難したんだ。日本においてロシア事情に精通しているとされている東大先端研小泉悠専任講師は、ロシア製の鉄鋼弾の中にも対戦車用に劣化ウランを使用している弾頭を持つ砲弾があるのは間違いなく、今回の侵略戦争においてそれらを使っていないことはないと思われるとして、要するにこのウラン劣化弾という砲弾は戦車の大砲における通常弾に過ぎないとした上で、それに対して報復として核兵器を使用するというのはあまりにも荒唐無稽であるとしていて、ロシア側は政治的に西側諸国のウクライナに対する軍事援助を牽制しているだけと考えられると述べて、これ以上の援助をしないようにとの脅しの材料として言っているだけかと、単なる脅しとしての意味合いが強いとの見方を示したよ。また、ロシア側ではこの劣化ウラン弾の他にも、国際社会から見れば自己中心的で身勝手で理不尽な言動が見られ、ロシアがウクライナ領内に侵略を開始した3月24日に、ロシア国家安全保障会議副議長のメドベージェフ前大統領が、ロシアメディアの記者らによるインタビューを受ける様子を撮影した動画を SNS に投稿して、もしロシアが実効支配しているクリミア半島に対してそれを奪還することを目指してウクライナ軍が攻撃するならば、ロシアにおける核兵器使用抑止としてドクトリンで規定されたものと照らし合わせたとしても、ロシアが全ての防衛手段を使用する根拠になるのは明白だと述べ、ウクライナがクリミア半島奪還の動きを見せれば核攻撃を実施する可能性を示して威嚇したようだよ。メドベージェフ氏前大統領はさらに、敵がロシア国家の一部を切り離そうとする試みは、ロシア国家の存在自体への侵害だと主張し上で、核を含む全ての兵器を使用できる根拠があることを、海の向こうの国家が理解してくれることを願うと述べて、アメリカを牽制したね。このロシアにおける核のドクトリンとは、プーチン大統領が2020年に署名した文書、核抑止の国家政策の基本に記されているもので、たとえ通常兵器で攻撃を受けたとしても、国の存在が脅かされる事態となった場合、ロシアは核兵器で反撃できるとされているものなんだ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、ベル登録してね。